現在地は小湊鉄道の月崎駅です。月崎駅、チバニアンに一番近い駅ですね。ここから徒歩で40分くらい、今はね、土日はシャトルバスが出てるそうです。ダイヤがですね、結構しびれるんですよ。そのまま行っちゃうよ。いいよ。まあ2時間に1本、昼はね、そんな感じですよ。でこういう感じですね、駅降りたらどうやって行けばいいかとか、どんなものかとか紹介が出てます。77万年前、チバニアへ行こう。白尾荘の頃のね、時代を言ってますね。シャトルバスはね、1時間に2本ぐらい出てますね。ああ、12月17日までって一応書いてあるから、その先は分かりませんね。そして、駅といえば、まあ駅でないとね。次はね、あと18分ぐらいしないと電車が来ない。電車じゃない。来ないんですよ。こんな具合です。お、クリスマスリースな感じでしょうかね。向かいに山崎ショップもあるんで、お腹が空いてもなんとかなります。そしてヨーロ渓谷、一帯はヨーロ渓谷なんで、あのハイキングコースがありますね。これ見えるのかな、今月崎駅なんですけど、この近隣ね、上総大久保駅とか養老渓谷駅、そのものズバリな名前の養老渓谷駅なんて駅もあります、ずっとここ沿線は小湊鉄道ですね。北の向きがまた違うね、この駅ね、地図はね、分かりにくいですね。あ、そしてトイレもあるよ。この中におしゃれなね、森ラジオっていうのがある。じゃあ現地に行ってみましょう。